21世紀の食いしん坊、本日はどんな素敵な料理に出会えるのでしょうか。聞き手を務めます上水祐樹です。食いしん坊を務めます佐世安です。はい、やってきましたね。はい、ちょっと寝起きですけどもテンション上げていきたいと思います。まあまあ、もうあの見るからにのね、あの画面越しに見るからに寝起き感がね漂ってますが、はい、ちょっとね喋ると目が覚めてきますんで。いや、ちょっとね、今の顔つき違うもん。頑張っていきますんで、うん、あのオンになったらねちょっとモードが変わるんで、そうですね、うん、はい、お願いします。今日もね、行きたいんですけども、早速じゃあ、はい、お店紹介お願いしていいでしょうか。ナイトレストラン、ラン、あ、ごめん。ごめん。はい。ナイトレストラン、長崎、ランチ。長崎？長崎ですね。おう。飯塚にある長崎です。わかりづれえな。長崎に関連してるんですか？いや、多分ね、関連してないんじゃないかな。マジで分かりづれえな。ですね。というのも、ここ、情報があんまなくて。はい。これね、ちょっと口コミが、こう、知り合いからなんか聞いて、うん、ちょっとずっと気になっていたお店なんですけど、うんうんうん。それで調べたりして、情報を入れようかな、手に入れようとしても、うん、口コミとかそういうのも、あんまない。うわー、なんかいいっすね。インターネットでもあんまり出てこない情報を今日はポッドキャストに載せてお伝えしようと思うんですね。穴場みたいな感じじゃないですか。じゃあひっそり佇むけど、まあそれなりの歴史があるようなお店なんでしょうね、うん、はい。へえ、でもちょっとまだね、話聞く前から言うのもなんですけど、ナイトレストランでってのにランチって言ってますけど大丈夫ですか？やっぱそうなるよね。なるよ、うん、うん。飯塚やし、長崎やし、ナイトレストランやし、ランチやしって今ちょっと頭混乱してる。寝起きやし。いやでもね、これ行ってみたらね、はい、もしこの状態で行くとすりゃ、この状態でどの状態かな、うん、今の状態、はいはい、お店に連れて行ったらさらに多分テンパると思うね。あ、そうなんだ。俺はなんかね、うん、とにかく情報がないき、うん、行ってみたいんやけど。いや、すごい勇気やね。情報がない中、うん、行ってみれるってやっぱすごいね。その口コミが少ない中で全部いい口コミやき、あ、基本的に、あ、まあ多分いいとこなんやろうなとはいう、そういう印象やったき、もうここは行ってみようと思って、うんうんうん、行ってみたんですが、まあ場所がね、はい、飯塚のね、あの飲み屋街の近くなんやけど、もう飲み屋街の、うん、第三倉庫とか、ライブハウス。はいはい。で、あの通り、こう、まっすぐ行ったら、やっぱ、しばらく飲み屋街、飯塚の飲み屋街、うん。スナックとかがバーって並んでるみたいな感じですよね。そうそうそう。うん、そうそうです。の、中、その一帯の中にあるお店で、ほう。まあね、もう外観からして、なんかちょっと、なんだこれ、普通に何も知らなかったら多分立ち寄らないだろうなみたいな感じ。いや、どんな感じなんですか？あ、まあ長崎っちゅうね、ナイトレストラン長崎っちゅう、まあ看板があって、うんうん、なんかとにかく外から見ても古いなっちゅう感じしか受けられん。で、変わったなんか、まあ、なんやろ、最近見ないような木の扉が入り口で、はいはい。でね、なんかちょっと入る前に大丈夫かなってちょっと思ったよね。どういうこと？大丈夫かなって。外でこう入ろうと思ったけど、うん、ちょっとなんか怖いなっていう雰囲気があったよ。そんな盛り上がっちゃう感じもないし、うん、で扉を開けるとね、まあさらに薄暗い店内で、お昼でしょ、ランチだから。いや、あれですよ。じゃないの？ナイトレストラン。いや、そうですけど、今日の紹介するのランチでしょ？ね、
ナイトレストランですか、これ行ったの、俺行ったの9時やき。夜夜の9時。ちょっと待って、意味がわからない。そう。ちなみに営業はね、6時から11時。あ、じゃあ、1時。夜の。じゃあ、お店の名前の方に準じた営業時間だよね。そうそうそう。そこナイトレストランだね。うん。あ、よかった。お昼と思い込んでたランチってな。そうやろ。俺もね、そこが引っかかった時ランチにしたんやけどね、その時。理由。そう。いや、で、それでね、まあ、こう、入るとさ、うん、もう、まあ、古いなーっていう印象、この雰囲気だけで古いなーって感じだけど、うんうんうん、音楽が聞こえてきてさ、はい、もう時代で言うと多分キャロルとかあ、はい、ぐらいの時代の歌謡曲がずっと流れて、時がじゃあある種止まってるんだ、空間もその音楽とかも、ね、あ、そのまま止まっちゃうね、うんうんうん、時代が、うん、あのそう、それで中入ると、まあ、カウンターがあって、うん、カウンター席と、まあ、奥にテーブル席がちょっとあるんやけど、うん、ね、そこのカウンターのところに、まあ、大将がおったんやけど、はい、まあ、多分7時ぐらいかな、うん、7時過ぎぐらいのおじいちゃんで、あの格好はちゃんとなんかシェフみたいな感じの洋食の、はい、ね、コックさんが着るような服着て、いかついんよ。マジ？おじいちゃんが。あ、でこれ、なんか、いらし、普通さ、入ったらいらっしゃいませけど、やっぱちょっと、なんか、貫禄ある感じで、いらっしゃいみたいな感じだったよ。知る商人を、ほこふさせる。いや、まさにそれ。いや、今俺言おうと思ったよ。連想、そう言ったら連想さできやすいかなと思って、うん。やっぱそうなんや。そんな感じで、なんかもう、大丈夫大丈夫ちょっと、不安になってきてさ。うんうん。なんか愛想悪そうやし、うん、なんかおじいちゃんやし、時代取り残されちゃう感じやし、みたいな。まあ、完全にアウェーやもんね。そうそうそう。うん、でね、あーと思いながら、まあカウンター席に座って、うん、もうありとあらゆる、なんか置物とかさ、そんなあるんやけどさ、うん、もう古いんよね。とにかく古い。そう。で、なんかバーっぽいんよね、なんか。うんうんうん。レストランジュリー。うん。笑うセールスマンの行きつけのバーみたいな。そう、まあ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 、はい、それがすごいなんかさらに古くなった感じで、うんうん、でちょっとまあそんな感じでもうメニュー頼もうと思って。他にお客さんいたんですか、この時？いないっすよ。あ、自分だけ？そう、まあと一緒に行った人が、うんうん、相当相当不安やね。うん、不安。うん、お客さんおればさ、ちょっとあれやけどさ、うんうん、全然おらんし、そう、それでね、もうメニュー頼もうと思ってメニュー見たら、まあ、うん、まあね、メニューはね、その普通にステーキとかハンバーグとか、うんうんうん、カレーとかパスタとかグラタンサンドイッチとか、なんかこう、まあ洋食屋っていうか喫茶店のメニューもありみたいな感じで、うんうん、まあメニュー見たらなんか、あ、なんかいろいろあるなって思って。で、その中でさ、ランチってあるよ。左上にこの写真だとあるね。いきなりランチって書いてるね。うん、ランチ、ライス付きって書いてるね。いや、まさに俺もさ、夜営業でランチって何なんって思って。そう。頼みましたよ。ランチを。もう思い切って。ランチくださいって言って。うん。なんかこれだけね、異彩を放つとき。うん、そうね。で、ランチお願いしますし、うん、言ったら、その大将が、うん、ランチ？って言う。なんか間違ったんかなと思って。で、いや、あ、はい、ランチですって、うん、はい、みたいな。で、まあ、もう一人の人は、まあ、カレーをね、頼んで、うんうん、ビーフカレーを頼んで。で、まあ、10
分15分ぐらい待ったんかな、うん、その間もこうお店の中こう見ながら、あもう不安が募る一方で、そのランチ一聞き返されて、なんかもうこの大将大丈夫かな、うんうん、あのさっきまで歌謡曲が流れよったんやけど、うん、急にね、あの2000年代2010年代の優勢に切り替わったよ。嵐とかあの HY とかそんなんが流れ出してえっと思って、ちょっと空気が変わったよ。変わるよねそら。うん、じゃあ変わって間もなく、あのカレーの方が届いてる。あのちょっと変わったことはなんか意味があったんかな。いや、ぜひなんかこっちのターンみたいなのだったよね。お客さんに BGM 合わせましたみたいな。そう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 。でカレーが来て、うん、でまあ先にあのね、自分じゃないんでその相方の方が食べて、で一口もらったんですよカレーライスを。うんうん、で見た目はね、なんかね、家庭用カレーライスっぽいかなって感じだったんやけど、うん、作り込んだ家庭の。でね、食べて、いやちょっと、ね、その時もちょっと不安なんや。食べれるカレー。食べれるんかな、食べれるでしょ、それは。うん、で、一口食べたら、ね、もうちょっと、一瞬で本物と思って。あー、へえ。まずね、カレーのルーが全然違う。もう、あのね、口に入れたらもう具材が相当溶け込んじゃうんやろうなっていうのがわかるぐらい。どんぐらい溶け込んじゃうかっつうと、うん、あの、スムージーぐらい、ね、ドロドロない。わかりやすい。はい。すげえドロドロや。うん、で、うわすげえドロドロで具材も多分相当煮込んじゃうやろな、うま、ん、み、うん、があって、うん、でスパイシーで、うん、これまあ一口しか食べてないけど、おっと思って、急にちょっとなんか見る目が変わって、うんうん、本物がおるぞと。そうそうそう、これ本物やんと思って。そうしたらまああのランチがね届いて、うん、夜9時ランチがね、ランチが届いてようやく、その見たらね、カツがあるのはまあはっきり分からんけど、うん、用途見たらねハンバーグもついちゃって、うん、結構ボリューミーなプレートというかあれなんやけど、うんうん、カツなんやけど、カツの上にとんかつソースじゃなくてこのデミグラスソースなんや、うん、でこのデミグラスソースが薄暗い光焼き、なんかこう黒光りしちゃう、うん、その黒光りがねなんかねこうワクワクさせるような感じ、なんかいい感じにこうソースが光る黒光りで、まあ食べましたよ、うん、そうするとねカツはねなんかねちょっと肉も衣も薄皮、うん、薄めな感じなんやけど、うん、ちょっと食感がサクッとして、うん、でそれにやっぱこうねとんかつソースじゃないデミグラスソースがねすごい合う。なるほど、ね、こう、うん、あのサクッとした食感にこうデミグラスのまったりした感じがね、うん、すごいいいな、うまいな、本物だなって感じで、うん、で横のハンバーグはあのちょっと柔らかめない。あ、へえ、そうなんだ、うん、これそう、それがねまたこう食べやすい、うん、あのねとんかつとハンバーグでハンバーグの方がしっかりなんやろごつめの硬いハンバーグやったら、うん、結構ガツンとくるやん、うん、でもなんかやわいゆるめのハンバーグ焼きなんかこう飲み物までは言わんよ。飲み物までは言わんけど、デミグラスソースと一緒に食べると、うん、こう、柔らかい感じで口にこう入って溶けていく。溶けるというか、こう、あんまりね、抵抗がない感じ。そう、こう言ってね、しょって。俺もさっきカレーもらったときさ、その、うん、カツをね、うん、
まあ俺さっきの分お返しみたいな感じであげたら、さっきまで無口やった大将がさ、うん、それカツカレーでつけとくからねって言って、うん、カツカレーの値段でもう売っとくよみたいな、そういう冗談。ああ冗談なんだよかった、ペナルティーかと思ってペナルティーじゃなくて、あのね、最初の印象と全然違って、めちゃくちゃ明るい、うん、じいちゃん。ああ気さくだね。そう、なんかすごい最初心配やった点がいろいろね、こうなんか真逆に裏切られて、うんうん、でなんかこうさっきまで不安やった古い景色も、うん、なんか、まあ、レトロでいいなって、うん、そう味がある感じ、なんかお店全体に。なるほどね。でまあその一番の謎よ、一番の謎、うん、なぜランチか、うん、解けるのこの謎は。なんか話しやすそうやで聞いてみたよ、うん、なんでランチなんですか。夜9時にね、うんうん、昔営業し昼も営業しよった、それが名残でねみたいな感じで。あそう、昔は昼も営業してこうしよったらしいんやけど、うん、まあ今はもう夜に完全にシフトして、うんうん、っていう感じらしいんやけど、で倉庫食べよったら、まあ、あのテイクアウトもできるお店焼き、うん、結構ね電話がね鳴り始めて、うん、そうさっきまでお客さん一人もらんやんみたいな感じで、食べた瞬間からなんか流れがどんどん変わっていって、うん、あれこう繁盛しようかなみたいな、うんうんうん、そうそんな流れでね。店員さんはその大将だけだ、もう一人いるとかね。ね、ここまでは、うん、おじいちゃんしかおらんけど、うん、そのもうご飯食べて会計するときに、うん、まあその時誰もおらんかったき、もう、うん、取り残されちゃったき、多分調理しちゃったよね。うんうんうん。呼んだら、俺らよりちょっと年上ぐらいの、うん、まあお兄さんみたいな人が出てきて、多分息子なんじゃない？なるほどね。うん。で多分こう店を継いでいくような感じなんかな、分からんけど、俺はそういう風に想像したけど、ああそういう歴史があるんかなと思って、こう継いでいくような、うんうんうん、でまあ会計はそのちょっとお兄さんがしてくれて、うん、でそのままこう外に出たら、外に大将がおったよ。おおなんか飲み屋の方からこう戻ってきよって、うん、でああ、ごちそうさまでした、って言って、美味しかったです、って。で、まあなんか、昼営業とかしよった時代があるって聞いたとき、まあ、何年くらいやってるんですか、って。うん。聞いたら、ん？もう50年、つって。へぇー。そう。50年。だからもう古いな、って、それは思うよね。うんうん。歴史がやっぱ詰まったお店で。うん。とはいえ、なんでこんなに50年やりようのに、情報がないんだって感じだったけど。いやでもあれじゃない、インターネット以降の世代の人がなかなか来てないんじゃないかな、やっぱ。でもね、俺らもう40手前の世代やん、うん、まあギリなんか古いとは思いつつ懐かしいような雰囲気もあった、うん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 、なんかねそういうのもあった気、そういう点で言うとなんかこう居心地もなんか捉え方によってはいい、うんうん、感じにね捉えれるようなお店でした。いや時は止まってるって、なんかむしろさ、うん、このご時世プラスよね。いやと思う、希少と思う本当に、ねえねえ、歴史がそこでね変わってないっちゅうのがね、うん、まあ、空間をセットでみたいなの考えるとすごいいいねっていう感じだね。最初は不安になる。いや、なるだろうね。もう、最初だってもう、意味がわからなかったもん。いや、そう。ごめんね、寝起きの状態でこんなのね、ぶち込んで。いやいや、だんだん、謎が解けていく感じが良かったですけど。そう、いや、もう、ほんと最初と全然最後か、帰るときの気持ちが変わって。うん、うん。なんか、他のメニューもやっぱ食べたくなったし。この、今回はね、やった感あるよ、その、なかなか情報がないものをさ、実際に行ってこうレビューしてるみたいなのは、
結構いい仕事したなって思って。あ、マジで、うん、いやーよかったよかった。長崎ぜひ行ってもほしいなと思いましたね。いやーぜひぜひ、もうなんかね、いろんな味があるやっぱ、うん、なんならあのグルメイベントね開催した時はお昼前早い時間からランチして、うん、早い時間に夕食して、最後ここでランチ食べて帰りたいね最後にランチ食べて、そうそうランチ食べて解散したいねランチ重いきね結構夜中食うもんじゃないって感じだけど、でもそれがいいんよ多分、うんうん、まあまあまあいいですね。それもだって1時までやりようお店ち最近ないんよあんまり。ないよね、田川で、田川つか筑豊で、うんうんうん、まあコロナ以降ね変わったでしょう、ね、そうそう完全に変わったき、うん、完全に変わってない店だったねまあまあ、 あの50年の歴史があるよね、そう簡単に揺るがんのやろ ね、 ね、いやすごい好感を持てますね。応援したい、いや応援したよ、レストラン長崎ね、うん、はいはい、というわけで本日はナイトレストラン長崎のランチをご紹介いたしました。概要欄の方にお店の情報を掲載していますので合わせてご覧ください。21世紀の食いしん坊では番組へのメッセージをどしどし募集中です。ハッシュタグ21世紀の食いしん坊をつけて X にポストしていただけると嬉しいです。食レポや番組継続の励みになるのでぜひよろしくお願いします。それではタイトルコールお願いします。21世紀の食いしん坊。